山本和幸は、地方競馬の佐賀競馬場、土井道高級舎所属の元騎手である。勝負服の柄はもも、道黒右打すき。福岡県出身。血液型 A 型。地方競馬教養センター騎手家庭第81期生。現在は、佐賀競馬場糸井名称級舎の休務員。2005年3月31日付で、地方競馬騎士免許を取得。 同年四月二十九日、第二回佐賀競馬1日目第五競争 C に、条件戦、坂本ローレルで、初騎乗。同年七月三十一日第六回佐賀競馬六日目、第七競争、o、B に条件戦を、ワールドバトラーで優勝し、初勝利。二千六年三月二十五日第十八回佐賀、競馬5日目第二競争三歳、条件戦ストーンブックでの騎乗を最後に、 騎手免許を返上し引退した。地方通算成績は百十四戦七勝二着四回三着十回、勝率六点一パーセント連帯率九点六パーセント第81期騎士候補生、終了式地方競馬情報サイト平成十六年度、第四回調教師、騎手免許試験新記号各社発表地方、競馬情報サイト佐賀競馬の山本和幸騎手が、デビュー一年にして、 引退から、昨日の風は、どんなのだっけ山本和幸騎手が引退マイナス座布団が、行事にクリーンヒット。ありがとうございます。